はい、こんにちは。日本海学徳沢です。としまさ様、144ミリ砲様、ケンジ様、ね、山田猫丸様、ご支援ありがとうございました。ありがたくありがたく頂戴して、政治活動資金と河野太郎裁判費用に充てさせていただきたいと思います。クルド和田、河野太郎先生は確固たる保守、何言ってんだこいつって話なんですけど、クルド和田って和田政宗、参議院議員ね、世論です。エイプリルフールだもんね。保守の定義とは、さらに不信感増大、似た者同士のかばい合いでは人を見る目が全くない人、頭がおかしくなったのか、もともとおかしかったのか、和田のメッキが剥がれていく、要するにお仲間ってことかな。河野が保守だなんて腰脱がすわ。試験ですけど、この発言4月1日のものでなくてですね、岸田と河野が争った総裁選挙前のものらしいであります。勝ち馬に乗りたい、あげといて、河野が総理になった時にご褒美もらいたいってことでしょうね。下水なぁ。なんから副大臣にしてもらいたいとか、役職もらいたいってそういう考えですかね。下水なぁ。そういえば和田政宗、ね、総裁選の前にですね、一体あんたは誰を応援するのって、なんぼ聞かれても、かたくなにだんまり決め込んで、言わなかったんだよね。河野太郎に投票したのかな、こいつは。河野が保守なら、俺はローマ法王だ。コブラに、こんなセリフが出てきたような気がします。うろ覚えですけれども、クルド和田がこんなこと言うとですね、あれ保守ってなんだっけ、混乱しますよね。混乱の寿命って、何でしたっけ混乱の寿命。呪文。なんとかは混乱しているみたいな。衆院選、東京15区、江東区ね、茂木幹事長が、自民党は公認候補の擁立を諦め、都派から出馬する、夫婦別姓をし、同性婚をし、移民推進改憲反対の乙武候補を推薦すると発表。世論です。不倫の乙武推薦しちゃう自民党の倫理観。学会婦人部の嫌悪感が強そう。投票率低いから組織票だけで勝てる。自公トファ相乗りか。下半身問題で下方修正。露骨な移民推進を押すのか。スキャンダル持ちで自公支持層がすんなり受け入れるかどうかは微妙。都民ファーストがなんで国政に出てくんだよ。溺れる自民のパヨダイム。大阪でですね、維新にぶん殴られた自民がですね、溺れる者はで共産党と組んじゃったっていう、大阪自民、ろくでもねえなって批判されておりましたけれども、無所属で出馬すると行きまいってさ、秋元司、完全に自民から切られましたね。選挙 .com の出馬が予想されるメンバーっていうのに秋元司乗ってましたけれども、今年の3月22日に火事の収賄で懲役4年の実刑判決が高裁で出ております。でね、即刻上告にしたんですけど、最高裁に上告っていうか、上告って最高裁しかないんですけど、金払って保釈中の身の上で立候補だなんて気が狂ってるにも程があんなーって思ってましたけれども、民事と違ってですね、刑事事件はなかなかひっくり返らないよ。だって多数の証拠を揃えてですね、ああでもないこうでもないやってんだからさ、ほぼ判決が変わらない。最高裁判決も実刑の確率が極めて高い。それね、なかなかひっくり返らないから逆転無罪なんていうのがドラマになるわけでありまして、あれですよ、そんなねひょこひょこあるもんだったらドラマにもなんねんだわ。あとね、手術して奇跡的に生還とか成功とかめったにねえから映画とかドラマになるんであって、ほんとめったにねえんだわって話で、万が一当選できたとしてもですね、実刑が最高裁で確定した瞬間に自動辞職ってなりますよね、議員辞職。万が一当選できても、気が狂ってるにも程がある秋元、日本人じゃないのかもしれないですね。自民党はいくら秋元じゃダメだって言っても、移民推進、夫婦別姓をし、同性婚をし、改憲反対の中身共産党みたいな乙武を推薦しちゃうんだ、ふーんって。
てことはよ、自民党執行部はそうなってもいいかなぐらいには許容してんでしょうね、これらを。移民推進はすでにですね、特定技能で82万人輸入するぞーなんてやってるし、会見はスルスル詐欺で69年間一文字も変えてないし、手つけてないっていうかね、句読点、点も丸も変えられてねえよね。一度失敗したスパイ防止法を何十年も手つけないのは、党内に河野太郎みたいなスパイそのものがいるからだし、同性婚、夫婦別姓もいずれそうなっても別にいいかなぐらい思ってんで、乙武を推薦できるんですよね。乙武さんね、自民公認で参院東京選挙区立候補直前まで行ったことがあります。週刊誌にですね、絶倫整合ぶりを暴かれておじゃんになりましたけれども、とすると自民党は別に思想で候補を選んでないんだね。今井絵理子なんかも思想が特別ありそうな、やりたいことがありそうな感じに見えないもんね。知名度あってゆかりそうなの誰でもよくなきゃ、中共のスパイの河野太郎が何年も大臣やってるわけもなく、まあ結論としては自民党は保守でも何でもない、むしろ中道左派っていうのかな。江東区の有権者の皆さん、よーく考えて投票してくださいね。自民が推薦してるからって言ったって、保守でも何でもねえですよ、乙武さんは、ということが言いたい。川勝静岡県知事、さらっと職業差別発言。新県庁職員に向かってですね、県庁はシンクタンクだ、毎日毎日野菜を売ったり牛の世話したり物を作ったりとかと違い、基本的に皆様は頭脳知性の高い人たち、それを磨く必要があると挨拶。小売業、畜産業、製造業は川勝からしたらですね、知性が高くない仕事とバカにしてるみたいですね。それらとは違って知性が高い言ってんだから、世論です。リニア関係なくこれはアウト、結構やべえこと言ってて、草なんかの病気を疑うレベル、優生思想みたいなことを言い出したぞ、こいつ中共のスパイだろ。農家、畜産、製造の人たちのおかげでわいらは生きていけるんやぞ、よくこんなんが当選できるな、すげえ先民意識だな、静岡は農業も工業も盛んなのにそんなこと言っていいのかよ、なんという知事の知性、どう育ったらこういうゴミになるんだろう。川勝家はですね、京都府亀岡市で代々農業をやってた家系なんですけれども、小売、畜産、製造はバカにしても農業はバカにした中に入ってないのはそのせいかもしれないですね。こういうですね、職業差別者だから、差別主義者だから民主党、社民党の推薦もらえて知事になられたんですね、初回ですけど、今はオール静岡みたいな、左翼連合、左翼がもう寄ってたがって川勝押してんだって。無根拠にですね、俺が正しい、俺に従えって言えるバカじゃないとパヨやってらんないもんね。前回知事選は2021年オール左翼の静岡連合推薦の川勝、デニーみたいですね、沖縄のデニー、自民推薦の岩井茂樹って人が一騎打ちで川勝勝ったんですけれども、大差がついたわけでなくてですね、川勝6割、岩井4割が得票しました。接戦ってほどでもないんだけど、そんなね、ダブルスコアとかそんなんでもなかった。川勝以外のですね、左翼候補が出れば票が割れて落とせっかもしれないですね。現在75歳の川勝、次は76歳になるんですけど、出るんでしょうか、来年ですけど。田原総一郎89歳のように、パヨは引き際分かんないから出るかもしれないですね。川口市長選挙、埼玉知事選、静岡知事選なんかは、まあ東京に住んでる私でもちょっと興味がある、行方に興味があるとこですね。4月1日、愛子殿下、愛子内親王殿下が日本赤十字に初ご出勤、所属先はボランティア活動推進室青少年ボランティア課。内親王だからといって特別扱いせず、
掃除でもコピーでも何でもやらせてくださいと日本赤十字社長に直々に要望されたみたいであります。それもですね、面接、どういう課に行きたいとかどういうふうに働きたいとか、まあ、そういう、面接なんですけど、社長が愛子殿下とお父様お母様のところに出かけて行って社長が面談していろいろ話し合って決めたみたいな、普通の新入社員だったら面接っつったらまあ会社に出向いて並びますよね。社長を呼びつける新入社員っていうですね世論です。世界最強の新入社員全くだ。インペリアルパワー、特別扱いするなというのは無理。ミスがあっても俺なら言えない。殿下が便所掃除してたら土下座して止めるわ。職場だと何様って呼ばれるんだろう。いや殿下に掃除やコピーをやらせるわけいかんでしょ。殿下と同じ職場って神経が大変。被災地の日本赤十字のオーラがすごい。あ、そうなんだ。献血の呼び込みやったらめちゃくちゃ集まりそう。ボランティアカーだということで、もしかして殿下がボランティア募集ですなんて言ったらめちゃくちゃ集まりそうですね。私中杉先生にですね、少々必見、御事の理を受けたまわれば必ず慎め、下々が皇室についてあれこれ意見したり噂するのは不敬なんだからそもそもで教えられましたんで、ここでは世論の紹介だけに、終わらせていただきたいと思います。その他のニュース、観光庁が昨年の国別観光貢献度を発表。1人当たりの支出かける人数から計算されるですね、何人が総額いくら日本に落っことしていったかランキングなんですけれどもね、単位は億円であります。1位台湾7806円、7806億円、2位中国7564億円、3位韓国、7382億円、韓国はですね、1人当たり使う金額が約10万円、他の国は30万ぐらい使ってるんですけど、ダントツに1人当たり使う金額が少ないんですけど、なんせ数多くてですね、来る数がダントツ1位で、総額が3位と検討しております。4位米国6070億円、5位香港4797億円、6位オーストラリア2088億円、7位タイ1925億円、ちょっと意外だったこれタイ、8位シンガポール1714億円、9位ベトナム1213億円、これも意外だった、10位カナダ、1181億円、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スペインの欧州税はですね400億円から900億円止まり、もうちょっと増やしたいとこですね。欧州税のですね外国旅行って、EU 内あちこち回って済んじゃうだって、まあスペインの人だったらドイツ行ってみたり、それで十分済んじゃうので、なかなか日本までは来てくんないっつうのがまあ遠いですからね。消費税無申告で個人事業主7615人を摘発昨年、追徴課税総額は197億円、ということは1人当たり何千万か1000万ぐらいは取られてんだな。アメリカにはですね、市と税からは逃れられないっていうことわざありまして、ただしですね、議員になって不記載の裏金作れば脱税し放題なんですけどね、庶民はこういうふうに摘発される、で追徴課税払わされる、議員は OK の、自民党どこまで卑怯なんだって話なんですけどね。というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。読むだけで知性が向上し、知識が増え、知人にマウントを取れる、メールが毎日届く、メール問い算も大募集であります。よろしくお願いします。デトックスジャパン。